男女小調查。ジル・スチュアートのリュックだと思います。あんまり覚えてないんですけど、記憶の中では一番高いと思います。フルラとかコーチ、マイケルコース、コーチマイケルコースケートスペード6万円ぐらい。3万ぐらい。1万円。2万ぐらい。全然ブランド品買わない。リュックで5、6千円とか。ヴィトンのバッグです。親に買ってもらったものなんですけど、まあ10万とかそんくらいですね。イヴ・サンローラン15万ぐらいです。ビクトリアン・シークレット5千円とかですかね。多分ディーゼル、今持ってるこれかな。なんか親がくれたんでわかんないんですけど、4、5万だと思います。安いんですけど、アンクルージュの1万2千円くらいのカバン。サマンサタバサです。キャスキットさんです。サマンサタバサです。2万円くらい。2万5千円くらいです。2万5千円くらいこれマイケルコース3万円くらいです。私は興味ないのでどうかなと思います。全然いいと思います。まあ好きなんだったらいいんじゃないかな。カバン可愛い方がやっぱいいんで、服とかよりカバン買いたい人はいるのかなって思います。頑張ろうって思えるんで、仕事とかもいいことだと思います。あんまり良くないことだと思います。なんか欲しいもののために頑張るのはいいことだと思います。一つでもいいものを持ってると自信になると思うから、ちょっと一つ山を張るのは山を張るいいと思います。自分で貯めたお金で考えてやってるならいいと思います。それを目標にお金稼ぐみたいなことにもなると思うんでいいと思います。頑張って働いてたらいいんじゃないかなって思います。